では、数学に対する、物理的ゼロ知識証明ということで、話を始めていきます。まず、物理的ゼロ知識証明の背景を簡単に。皆さんよくご存知だとは思うんですけど、数独っていうのは、左側のなんか 9×9 のマス目があって、数字が入っています。で、なんかその数字をこのマス目に埋めていくっていうパズルで、回答の条件として、横に1から9が揃っていることと、縦に1から9が揃っていること。で、あと、このちっちゃいブロックに1から9が揃っているという、この3つの条件を満たすように、数字を埋めていくという問題です。で、ゼロ知識証明、ゼロナレッジプルーフっていうので、ZKP ってこの後は略していいんですけど、これは何かっていうと、例えば、数独の問題作りましたみたいな状況を考えて、誰かに解いてみてほしいみたいなことを考えると、でも、その右側の人が本当にその問題に答えがあるのかが、怪しいというか、確かめたいみたいな、そういう状況が、起こり得ると思います。でも、その問題作った人としては、答えそのものは教えたくない。問題を解いてほしいので、答えは教えたくない。けど、右側の人は答えがあるっていうことをちゃんと確認したいみたいな、ちょっと矛盾した状況が発生するんですけど、それを、ゼロ知識証明では、この2つの要求を満たすのが、このゼロ知識証明になっています。で、このゼロ知識証明が満たすべき要件が3つあって、まず1つ目が完全性と呼ばれているやつで、もし回答が存在するなら、この検証者、右側のその答えがあることを確かめたかった人は、確かに答えはあるんだな、納得できるっていうのが1つ目の条件で、2つ目が健全性と呼ばれているもので、もし回答が存在しないような、その左側の人が答えはないけど、でも嘘というか、その検証する人を騙してやろうみたいなことをしたとしても、検証者は、回答は存在しないと。その納得、その答えがあるっていうことに対して、証明者の主張に対して納得しないっていうようなことが、2つ目の要件です。で、3つ目の要件が、ゼロ知識性と呼ばれているもので、この検証者とこの証明者は、その2者間で、対話しつつ、その検証者がこの検証結果を得るみたいな、そういうプロトコルなんですけど、で、証明者が答えを知っている。そういう時に答えを知っている状態で検証者と対話をするみたいなことをしたとして、検証者はその答えに関する情報を何も得られない。その存在、答えが存在しているっていうことだけが分かって、それ以外は何も得られないっていうのが、ゼロ知識性と呼ばれているものです。で、タイトルにある物理的ゼロ知識証明っていうのは何かっていうと、普通の一般的なゼロ知識証明っていうのは、計算機を用いて何か実行するプロトコルになっていて、左側のような状況で、両方、その検証者も証明者も、計算機でなんかその通信して、プロトコルを実行するんですけど、物理的ゼロ知識証明では、計算機を使わずに、物理的な道具、カードとか封筒とか、そういうものを使ってやり取りして、検証者が、答えがあるかを確かめるみたいな、そういうことをやるのが、物理的ゼロ知識証明と呼ばれているものです。で、次に、既存の数独に対するゼロ知識証明のお話をまずしていきます。で、いろいろ、すでに提案されているプロトコルがあるんですけど、ざっくりと分けると、2つの、このプロトコルに分類できるっていうふうに考えていて、1つ目が、回答そのものを数字カードで表現するっていうような、証明のプロトコルのパターンです。例えば、この左上の、この回答の盤面が、こういう423、517986みたいな、そういう 3×3 のブロックになってるような
のが答えだとすると、この盤面をカード、数字が書かれたカードで、そのままなんか盤面を複製するような形で、カードを置いて何か対話を行っていくっていうような、そういう、プロトコルと、で、もう一つが、回答の数字が入る、まあ、なんか座標っていう、ここでは表現してるんですけど、それを数字カードで表現するようなものです。例えば、この一番左上が4っていう数字だとすると、この数字の4が、1行目の1列目の、第1ブロックにあるみたいな、4111っていう数字のカードで、その一番左上の、マスが4だっていうことを示すっていうようなことで、回答を表現するようなものに、この2つのパターンに分かれます。というわけで、まずその1個目のパターンの、プロトコルについて、まあ、紹介していきます。まず、使用する道具としては、1から9の数字が書かれたカードを、それぞれ27枚ずつ、計243枚のカードを使います。で、同じ数字のカードは、区別ができなくて、すべてのカードの裏側っていうのも、区別はできないっていうふうに仮定します。で、使用する操作として、シャッフルを用います。まあ、カード率をランダマイズする操作で、例えば1から9の数字が、まあ、並んでて、まあ、裏面で置かれてるっていうふうに考えて、で、それをシャッフルすると、そのシャッフル後は、そのカードの並びがわからなくなると。で、裏面が区別不可能なので、こう、裏面のままでシャッフルされると、結果が何もわからなくなるっていうものです。で、一個重要なのが、このシャッフルする人に、シャッフルの操作を行った人に対しても、その順番がわからないっていうことを保証するっていうものが、シャッフルのと呼ばれる操作です。で、これを使って、数独のゼロ知識証明っていうのをやっていきます。まず、証明者っていうのは、その各マスのに対応する、その回答を知ってる証明者は、その回答の盤面に応じて数字カードを3枚ずつ裏向きで配置します。例えば、左上が4、2みたいな風にな回答になっているとしたら、この右側にあるように、4っていう数字を裏面で3枚、2っていう数字のカードを3枚ずつ送っていくような形です。で、その与えられた問題で、初めからその数字が埋まっているマスに関しては、まあ、一度表向きにしてから、まあ、その問題で与えられた数字ですよっていうのを一度示した後、まあ、裏返すっていうようなことをします。で、その後、カード束を作っていきます。その各行、各列、各ブロックで、それぞれ、カードを各マスから1枚ずつ選んでいって、カード束っていうのを作成します。行で集め、1行ごとで、集めて、行に関して9束、カード束が作れて、同じように列とブロックに関しても、9枚ずつ集めてきて、それぞれカード束が9枚できて、合計27個の、カード束を作ります。で、その後、その27個の各カード束っていうのを、先ほどのシャッフルで、この裏向きの状態で、ごちゃ混ぜにします。で、最後に、その各カード束っていうのを、カードをめくって表側を見て、1から9、その各カード束で1から9が揃っているかっていうのを確認します。で、その各カード束っていうのは、1行とか1列とか1個のブロックをそれぞれ集めてきたものなので、全部のカード束で、その1から9が揃っていれば、行と列とブロックにそれぞれ1から9が揃っているっていうことが示せるので、検証者としては、揃っていれば、証明は受理。まあ、回答を知ってたんだなと納得して、一つでも揃ってないカード束があれば、
回答を知らなかったということで、証明を拒否するというふうなプロトコルになっています。で、最初に紹介した、ゼロ知識証明に必要な条件の確認を一応しておくと、まあ、完全性、まあ、回答が存在しているなら、検証者は納得するっていうふうな条件に関しては、回答を知っている証明者っていうのは、回答の条件、その行列ブロックで1から9が揃ってる、その盤面を知ってるわけなので、その条件を満たすようにカードを配置できるので、そのカード束で検証するときには、必ずその各カード束で1から9が揃ってるっていうことができるので、常に受理されるっていうことになります。で、健全性に関しては、回答を知らない、状況だったとして、どういう不正ができるかっていうことを考えると、本来のプロトコルでは、同じ、1個のマスには同じカードを3枚置くっていうふうな、その手順になってるんですけど、そこで、違う数字のカードを置くっていう不正をすることができます。で、こうすると、そのカード束を、各マスから1枚ずつ預けてきて、その行とか列とかブロックのカード束を作るときに、うまく、この3分の1の確率で、その各マスからカード束を作るときに、ランダムに、3枚の中からランダムに、まあ、カード束を作るっていうふうにしているので、この違うカードの数字を同じマスに置くみたいなことをすると、なかなか3分の1かける3分の1の確率で、その1から9の数字が揃うっていう辻褄を合わせるっていうことができてしまいます。例えば、この661と116みたいなことをしていると、まあ、行と列で、その左側の66みたいなのをやって、その116の方でも、その1と1が行と列で選ばれて、で、その入れ替わってる1と6の部分が、まあ、同じブロックのカード束として集められてくるみたいなことが起こると、まあ、その、検証をパスと検証に通っちゃうみたいな可能性があるということなので、この先ほどのプロトコルに関しては、健全性誤りと呼ばれる、まあ、不正な回答だったにもかかわらず、検証者が受理してしまうっていう確率っていうのが、まあ、たかだか9分の1の確率で、まあ、あるということになっています。で、ゼロ知識性に関しては、カードが最初に配置された後、常に裏面のまま操作されるので、その最後の手順で、その1から9揃っているっていうのを確認する部分で、やっとめくられるんですけど、で、そのめくられたカードの各カード束には、1から9のカードが、まあ、1枚ずつ含まれています。その回答、その証明が受理されるっていう状況下では、絶対1枚ずつだということが、まあ、分かっています。で、さらにそのカード束のその中の1から9の並び順っていうのは、シャッフルで、なんか一応ランダムにあって、っていうことから、その、めくって得られる、カード束をめくることによって得られる情報っていうのは、まあ、1から9のカードがランダムに並んでるっていうことしかも、だけで、で、それは、まあ、そもそも回答を知らなくても、まあ、わかる、その、回答の条件を満たしてるっていうことから、まあ、分かってしまうことなので、このプロトコルでは、回答に関する情報が何も得られないっていうことが言えます。で、この先ほどのプロトコルでは、その健全性の誤りがあるっていう話だったんですけど、この健全性の誤りの原因っていうのは、同じマスに違う数字のカードを置けてしまうっていう部分だったので、その後続研究では、まあ、そこを何とかして健全性誤りがないプロトコルを提案しようというふうに
な研究が行われています。で、その対策の一つ目が、違う数字のカードを置けなくしてしまおうというのが1個目の手法で、例えば、各マスに1枚ずつ、その回答のカードを置いた後、それをコピーするっていうコピープロトコルを使うことで、各マス3枚ずつ複製してしまう。で、なので、そのコピープロトコルのところで、3枚に複製するので、そこでその違うマス、同じマスに違う数字のカードを置けるみたいなことを不可能にしてしまおうという手法です。で、もう一つが、そもそも複数枚のカードを一つのマスに置かないようにするというもので、一旦行の検証をした後、それを証明者が一番最初に置いたカードの配置に復元するみたいなことを復元する操作を挟んであげることで、1枚ずつしか各マスには置いてないんですけど、行と列とブロックの検証をそれぞれ引き引くようにするという手法があります。で、まあ、その観点で分類すると、この表の感じになって、まあ、ここではさらに使っているカードでも分類してるんですけど、まあ、数字カードっていうのはさっきの1から9の数字みたいな。が書かれたカードで、まあ、ここでは UNO としてるんですけど、まあ、その数字プラス、まあ、色でもなんか区別ができるカードを使っているものであったり、まあ、2次カードと呼ばれる、まあ、黒と赤とか、まあ、2色の、まあ、数字がないカードでやっているものとか、あとトランプを使ったものとかがいろいろ提案されています。で、まあ、効率を比較した表がこんな感じになってるんですけど、注目してほしいのは、まあ、シャッフルの回数、操作ってなってる列の部分で、まあ、ちょっと PSS っていうのはファイルスクランブルシャッフルっていうので、まあ、後で出てくるんで、ちょっと置いといてほしいんですけど、まあ、だいたい、時系列順に上から並んでるんですけど、操作が N 回とかっていう感じで、その問題のサイズに依存したものになってるんですけど、この一番下のプロトコルだと、まあ、7回っていう係数回まで、まあ、減ってきたということが、減って、まあ、改良されてきたという形になっています。で、このシャッフルっていうのは、まあ、プロトコルの実行時間に影響するので、まあ、シャッフル回数が少ないほど、まあ、手軽にプロトコルを実行できることになるので、まあ、これをさらに減らすことはできるかっていうのが、まあ、さらにその研究の、まあ、一つの目標になるんですけど、っていうので、二つ目のそのプロトコルのパターンっていうので、この回答の数字が入る座標を使って、座標を表現することでやるっていうプロトコルが提案されました。で、使用するカードは同じく1から9の数字カードなんですけど、使用する枚数が、まあ、各36枚ずつで計324枚になっています。で、使用する操作が、先ほどのパイルスクランブルシャッフルというやつで、これは、カード束の列をランダマイズするもので、例えば、まあ、封筒とかスリーブとかにカードを入れて、その封筒とかスリーブ単位でシャッフルをして、なんかそのカード束を最終的に取り出すみたいな、そういう、ランダマイズの操作になります。で、これを使って、プロトコルを実行していきます。で、このパイルスクランブルシャッフルも、先ほどの普通のシャッフルと同じく、まあ、操作した人にとっても出力結果をわからないっていうふうな、過程があります。で、まず、手順の一番目として、まず、各マスに対応する数字カードを1枚ずつ置きます。で、先ほどのプロトコルと同じように、初めから数字が書かれているマスに関しては一度表向きにしてから、まあ、その、問題に一致する数字が入っているということを確認して裏返します。で、その後、各マスの
そのカードの右に、両ドレッドブロックのインデックスを示すカードを配置します。で、まあ、ブロックのインデックスは、まあ、こんな感じで、とりあえず置いておいて、まあ、4とか列は、まあ、そのまま左と上からっていう感じで、例えば、この赤い枠で囲ってる部分だと、数字の1っていうのが上から4行目。で、左から6列目で、5番目のブロックにあるみたいな状況だと、まあ、1、4、6、5っていうふうな、ふうに1マスにその4枚のカードを置くっていう感じになります。で、ここからそのブロックと行と列に関して、まあ、1から9の数字が揃っていることを確認していくんですけど、まず、各マスの4枚のカードを1束として、9×9の81マスの81個のカード束でファイルスクランブルシャッフルを実行します。で、右端のカードをめくって、で、これはそのブロックのインデックスを表しているカードなんですけど、そこをめくることによって、同じブロックに属するカード束っていうのを集めてくることができて、さらにその左端のカード、その回答の数字を表しているカードをめくって、その同じブロックの中で1から9が揃っているかっていうのを確認します。もし揃ってない束があれば、まあ、証明は拒否して、プロトコルは終了っていう形になる。もし全部揃っていれば、この右端のブロックのインデックスのカードは取り除いて、左端のカードはもう一度裏返します。で、次に、列の検証なんですけど、また、この各マス3枚、1枚先取り除いて、残り3枚のカードを1束として、81個のカード束でファイルスクランブルシャッフルをして、右端のカード、列を、のインデックスを示しているカードをめくって、列ごとに集めてきて、で、左端のカードで1から9揃っているかを確認。で、まあ、あとは、同じような、ブロックの時と同じような感じで、揃ってないのがあれば、証明を拒否して終了。で、もし揃っていれば、この列の右端、列のインデックスを示している右端のカードを取り除いて、左端のカードを裏返します。で、行も全く同じ感じで、2枚のカードを1束にして、ファイルスクランブルシャッフルをして、右のカードをめくって、行ごとに集めてきて、左をめくって、1から9が揃っているかを確認します。で、揃っていない束があれば、証明を拒否して、全部の束で揃っていれば、まあ、行と列とブロック全部で1から9が揃ってたことになるので、まあ、証明を受理するっていうふうなプロトコルになります。で、完全性に関して確認すると、まあ、先ほどと同じ感じで、まあ、回答を知っていると、回答の条件を満たすようにカードを配置できるので、まあ、1から9揃っているっていうので、常に受理されるので、完全性は満たしています。で、健全性に関しては、まあ、証明者が回答を知らないならば、検証者は証明を拒否するの、待遇を取ってあげると、検証者が証明を受理するなら、証明者は回答を知ってるっていうふうに言い換えることができて、で、これは、検証者が証明を受理するたら、各行列ブロックで1から9が揃ってたっていうことなので、で、そもそもそういうふうにカードを置けるっていうことは、まあ、証明者は回答を知ってるに等しいっていうような、まあ、だいぶその簡単な証明でちょっと細かいところははしょってるんですけど、まあ、こういう感じで、まあ、待遇を取って証明ができて、なので、このプロトコルとしては、まあ、喧伝性の誤り確率がゼロっていうことになります。で、ゼロ知識性に関しては、さっきのプロトコルとほぼ同じで、めくられるカードは全部1から9が1枚ずつ揃ってるっていうことしか確認できなくて、で、シャッフルによってその順番がランダムになっているので、回答に関する情報は得られないということになります。で、先ほど紹介したときは、一番少ないシャッフル回数が7回だったんですけど、先ほどの、この
前のページで紹介したプロトコルでは、まあ、シャッフルが3回減っていて、これ以上減らせるかっていうので、このもう一つ、さらに1個提案されてて、2回のプロトコルが提案されています。で、これはどういうふうにやるかっていうと、まあ、この前のページのプロトコルをちょっと改良する形で、まずブロックを検証するところまでは同じで、その後、行と列を、先ほどはその直列で検証してたんですけど、そのカードの配置とかをうまいことをやることによって、行と列の検証を並列で同時に検証できるようにするっていうふうなことをして、まあ、シャッフルを2回に減らすというのが行われています。で、さらに効率化できないかっていうことで、まあ、ここからちょっとお話をしていきます。まあ、具体的にはシャッフル1回にどうにかならないかなっていうのを考えていきます。で、ちょっと先ほどまでの表で、ちょっと、ごまかしていた部分があって、一番右の列で、証明者の知識が必要なプロトコルっていうのが、紛れ込んでいました。具体的にはこの3つなんですけど、これは何を言っているかっていうと、プロトコルの実行中に、証明者が、検証者が知らない知識を用いてカード操作を行う必要があるっていうようなことで、検証者にその知識、まあ、情報が漏れないようにカードを秘密裏に操作するっていうようなことが必要になるプロトコルです。で、こういうのは、秘密計算をやるカードベース暗号の方では、まあ、一口間、まあ、プライベートパーミュテーション PP と呼ばれてたりするんですけど、まあ、それに類する操作が必要だということになります。で、具体的にはどういうものかっていうと、まず1個目が、同じ数字のカードが3枚揃っているっていうことを一度確認した後、その3枚をまとめた状態でその回答に従い、その各マスにカードを配置する。つまり、その一旦確認して、一緒にか、3枚、一緒にカードを配置してもらうことによって、同じマスに違うカードを置くっていうことを不可能にしようというものです。で、これは、まあ、ざっくりとその回答を配置して、条件を検証して、受理か拒否っていう、このゼロ知識証明のプロトコルの流れとしては、この一番最初の部分で、証明者の知識、まあ、この一口間のような操作が必要になる。ということになっています。で、このプロトコルでは、その各マスごとにその置いていってもらうということで、検証者と、証明者が対話的にその確かめて、マスにカードを置くっていうことを繰り返すような、プロトコルになっています。で、もう一つの方が、各行とか列に数字 i のカードが1個だけ含まれていることを確認したいっていうようなモチベーションで、証明者が一口間でカード列を並び替えた後、その数字 i のカードがどこにあるかっていうのを検証者に教えてあげることで、この各行とか各列で、その数字の i のカードが1個あるっていうことを示してあげるっていうようなもので、これはその検証の部分で、証明者の知識っていうのを使っているプロトコルになります。で、この入力で、この一口間、まあ、証明者の知識を使っていることなんですけど、これは、どういったプロトコルであっても絶対必要だっていうことが言えます。そもそも、その一番最初のプロトコルでも、そのカードを証明者が配置するっていう部分では、その検証者に分からないようにカードを置かないといけないので、そういう意味で一口間のような操作をしているということになります。で、これは、その秘密計算をやるカードベース暗号でも同じで、入力を表現する部分で、一番最初の部分では絶対一口間に相当するものが必要で、その後、まあ何か計算のための操作、シャッフルとかが行われるっていうような流れになっています。
なので、この回答の部分で、その3枚重ねて一緒にカードを配置するみたいな、そういうプロトコルと、他のプロトコルの、証明者の知識が不要だって言ってたプロトコルとの大きな違いは、結局、入力が会話的か否かっていう、そこが一番大きな違いになるっていうふうに、っていうことができます。で、これが一番の本題になるんですけど、プロトコルの効率ってどういうふうに考えますかという部分で、回答の配置の部分では、まあ何かしら、一口感っていうのが必要で、行とか列の検証の部分で、まあ、シャッフルとかをする。で、シャッフルの回数を減らすっていうことは、この検証の部分を、圧縮したいっていうような、そういうモチベーションになります。で、それは結構カードベース暗号の方でも似たような感じになってて、入力はとりあえず与えられたものとしてもう考えて、プロトコルの効率を評価する際には、その計算のための操作の部分のシャッフル回数やったりを、考慮してたりするっていう意味で、まあ、ゼロ知識証明でも、まあ、この検証の部分でうまく効率化ができれば、まあ、いいんじゃないかと。で、先ほどの対話的な部分を認めるかどうかっていう部分を考えたときに、まあ、それを許す代わりに、まあ、シャッフル回数、その検証の部分でのシャッフル回数が減るなら、まあ、それはそれで一つのやり方だろうというふうに、まあ、考えます。まあ、その分、一口間に回答の配置の部分が複雑になるので、それは、それはそれで、シャッフルの回数とは別で、一応評価する必要はあると思うんですけど、まあ、そこを分けて考えてあげるっていうのが、まあ、一個、シャッフル回数を減らすためのアイディアになります。というわけで、まあ、その対話的な入力を利用することによって、まあ、シャッフル回数を減らしたプロトコルの話です。アイディアとしては、その対話的な入力の部分で、行とか列の検証をもう済ませてしまうっていうことです。一番最初に紹介した、同じマスに複数のカードを置くっていう手法で、検証しないといけなかったので、その行と列とブロックで1から9が揃っていることと、さらに健全性誤りをなくすために、その同じカードが重なっているっていうことを、まあ、確認しないといけなかったっていうふうに、実はこの4つの項目を検証する必要があるっていうふうに考えることができます。で、この同じカードが、同じ数字が重なっているっていうことは、まあ、今まではコピープロトコルみたいなことで暗黙的に、満たしていたものなんですけど、それをように考えてあげると、実はこの4つのうち、どこをあらかじめ入力の段階で保証するかっていうふうに、まあ、考えることができて、この、一番右の今回、これから話すプロトコルでは、行と列をもう入力の段階で揃っていることを保証しておいて、このブロックに1から9が揃っていることと、数字カードが重なっているっていう、この2つをプロトコル内で検証しようという、ものになっています。で、まあ、使用するカードとしては、1から9のカードを各18枚ずつ、162枚。で、使用する操作は、同じくパイルスクランブルシャッフルです。で、どういうふうに回答を配置するか、まあ、対話的に配置していくかということなんですけど、1から9の数字が揃ったカード束を、検証者の前で用意して、その各行ごとに、各マスの左側にこの1から9揃っているものを順番に配置していきます。で、これは、一口間を9回使っているというふうに考えることができます。で、列の方も同じく、その1から9のが揃っているカード束を用意しておいて、その各マスの右側に列ごとに置いていく。なので、この列の方でも一口間を9回やって、まあ、合計18回の一口間をやります。その後、ブロックごとに、各マスのカードを一束として、パイルスクランブルシャッフルをしてあげます。これは、まあ、9回のパイルスクランブルシャッフルなんですけど、
連続するシャッフルっていうのは、まあ、合成することができて、まあ、合成後のシャッフル回数としては、まあ、理論上は1回になるというふうになります。で、その後、全部のカードをめくって、ブロックごとに1から9が揃っているかを確認して、で、その各マスごとに束になっているので、そのマスごとに、その同じ数字が揃っているかっていうのも確認することができて、全部の数束でその数字が揃ってて、で、ブロックもちゃんと1から9が揃っているということが言えれば、検証を、証明を受理して、一つでもなんか揃ってないものがあれば拒否するというふうなことになります。で、まあ、健全性とか、この辺の条件は、まあ、論法は同じなので、今回はスキップします。で、まあ、比較すると、シャッフル回数は1回にまで減らすことができたんですけど、まあ、その分、一口間の部分で、まあ、2N 回必要なプロトコルになっています。で、その後、まあ、なんかカードの色とかを使ってあげることによって、まあ、その一口間の回数を減らすみたいなプロトコルも一応提案されてはいます。で、最後に、ちょっと簡単に全然違う証明のアイデアを紹介したいなと思います。そもそも今までのプロトコルっていうのは基本的になんかカードを使って、例えば数字カードであったり、色付きのカード、まあ、UNO であったり、まあ、トランプみたいなものを使って、で、シャッフルして、1から9が揃ってるか確認するっていうものなんですけど、これをなんかワンパターンに感じるので、なんかこれをどうにかしたいなというので、一つ目のアイディアが、まあ、光を使って何かできないかと。なんかこう、箱があって、そこから一方向から光を当てると、なんか数字が揃ってれば、なんか1から9の数字が出てくるとか、まあなんか、色がなんか真っ白になるとか、なんか数字が欠けてたら、その分の色が残るみたいな、なんか光の重ね合わせ的なものでなんか揃っていることを確認できないかみたいな。で、さらにその XYZ 軸で、それぞれなんか行と列とブロックの検証になったりしたら面白いなと。ただ、まあ具体的な構成はなくて、ただの単なるアイディアです。で、もう一つが、左輪にできないかと。いう話で、この左輪にするっていう話自体は結構誰が発端かはわからないんですけど、以前からそこそこ言われているような気がしているんですけど、今回言いたいのは、その完全性、健全性、まあメインはゼロ知識性なんですけど、そこを簡略化することによって、なんか非対話化とか検証の軽量化につなげられないかなというのが、はい、今回紹介したいアイデアで、検証者っていうのは、まあ、数独を簡単には解けないような人がターゲットのはずなので、それぐらい、計算能力は低いとみんなしてもいいんじゃないかというのが、まあ、今回言いたいメインのポイントで、例えば、視覚型秘密分散っていう、なんかその画像を重ね合わせたら、なんか、秘匿された画像が浮き出てくるみたいな、そういうすごい、ざっくりとした簡単な操作は、まあ許すけど、複雑な計算はできないぐらいの、そういう検証者を考えてもいいんじゃないかということですね。で、その上で、なんか、その弱めたゼロ知識性として、例えば、その、証明、なんか送られてくる証明から情報を取り出すより、問題を解く方が簡単なら、まあそもそも、その、証明から情報を取るっていうようなことを、まあそもそもしないだろうみたいな。そういう話を使えないかっていうものとか、あとそもそもなんかパズルを楽しみたい読者っていうようなことを想定すると、まあ、かなりオネストな検証者とみなしていいんじゃないかということで、まあ、そういうような検証者を仮定することによって、この条件を弱めたりできないかな。で、ただ、その完全にオネストなものを仮定しちゃうと、既存のカードのこのところでもいいっていうようなことが言えできてしまうと思うんですけど、まあ、そういうような、そう、もう、完全にオネストよりは、もうちょっと、オネストでないような検証者を想定すると、まあ、どういうことになるかな、みたいな、ということをちょっと、できないかというアイデアです。はい。
まとめになります。発表は以上です。ありがとうございます。